皆さん、こんにちは。長年連れ添ったパートナーとの関係性がずっと変わらない夫婦も珍しいかもしれません。松本伊代さんは大怪我をされましたが、その時もひろみさんは献身的に支えてきました。二人の普段の様子はどのような感じなのでしょうか。情報をもとに探ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。タレントの松本伊代さんが2023年11月5日東京 FM いいこと聞いたにゲスト出演した際、夫でタレントのひろみさんへの思いを吐露する場面がありました。番組のパーソナリティで作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏と対談するという形をとっています。松本伊代さんやひろみさんと旧知の仲である秋元康氏は、ひろみと出会ってよかったね。多分伊代ちゃんとちゃんと接することができるのはひろみしかいないと思うよ。絶対そう思う、としみじみ問いかけると、松本伊代さんはこう述べました。そうかな、でも今は本当に思いますね、と応じました。秋元康氏はひろみさんと松本伊代さんの夫婦について、鍵でも何でも一つしか合わない鍵ってあるけど、ひろみが偉いのはそういう人だと思って伊代のことを好きでいてくれているから。だってさ、毎日朝食が目玉焼きなんだろう、とツッコミを入れました。松本伊代さんは、だって目玉焼きがいいって言うから目玉焼き好きなんだって、と反論するも、秋元康氏は、でも笑いながら言ってたよ、好きだけどさ、毎日目玉焼きなんですよって、と笑っていました。松本伊代さんはかつてより料理について味付けが得意じゃないそうで、フライとか天ぷらとかソースで召し上がっていただくやつ、市販の美味しいのがございますので、そちらで召し上がってください。味噌汁は作れる。たまに薄いなって言って息子たちと調合している。ほんとかわいそう、と苦笑していました。そんな松本伊代さんに、秋元康氏は、これを妻としてよしとし、可愛いと思っているんだからこんな人いないよ、と絶賛していました。松本伊代さんも、いつ離婚されてもおかしくないって私は思っている、と感謝すると、秋元康氏は、見てる限り絶対にしないね、ひろみはこのままじゃないの、運命的なのよ、と太鼓判を押していました。そんな松本伊代さんは、ひろみさんに叱られた経験が何度かあるそうです。ハイカラビデオ。それは松本伊代さんが2020年11月11日放送のフジテレビ系ほんまでっかテレビに出演した際に明かされました。無駄遣いで通帳の残高が100何円になり、ひろみさんに叱られたというのです。松本伊代さんは、自分の性格を、特にそんな欲しくもないものも見ると欲しくなっちゃう、と言い、ロケ先でいろんなものを見るじゃないですか。そうするともう全然欲しくなかったのに、あ、これ前から欲しかったっていうおかしな錯覚に、と無駄遣いしてしまうことを明かし、その理由も述べました。当然ひろみさんにはめっちゃ怒られるんですよ。なんでママこんないらないものを買ってくるの、病気だねって言われるんですけれども、とひろみさんからはいつも叱られることになるそうです。このような衝動買いを続けていたため、一回貯金通帳が本当に100何円になっちゃったんですよ、と仰天告白しました。与えられたお金が、ひろみさんに振り込まれているお金、生活費とかもろもろの通帳が100何円になった時には、すごいひろみさんに叱られた、と打ち明けていました。ちなみに家計は全部ひろみさんが握っている、と松本伊代さんが説明すると、ブラックマヨネーズ小杉隆一は絶対そっちの方がいいですよ、と述べ、エグジットの兼近大樹さんは、そうじゃないと大変ですよ、とその方針に賛同していました。ここまでのエピソードを振り返ると、ひろみさんも完璧なようで完璧ではありませんし、松本伊代さんも噂通りといった感じです。持ちつ持たれつ、やはり秋元康氏の言う通り絶妙なナイスコンビなのでしょう。ただある時は次のようなことも述べています。サンドウィッチマン伊達みきおさんが、ひろみさん本当に伊代さんのこと好きですよね、と水を向けたことがあります。松本伊代さんは、どうですかね、最近はあんまり愛を感じない、いつもママ可愛いよって言ってくれるけど最近言ってくれない、可愛くなくなってきているのかもしれない、と述べたことがありました。
でもすごい仲良しですと慌てて付け加えると、伊達みきおさんからもう遅いですと突っ込まれていました。ひろみさんとの喧嘩については、最近はしてない、する時は長い、ひろみさんは怒ると口を聞いてくれない、その時間が長くなる、私もすぐ謝るようにしてると言います。ひろみさんが悪い時もあるとの質問には、ないです、 98% ぐらい私が悪いと思いますと答えて笑いを誘っていました。さて、そんなおしどり夫婦の松本伊代さんとひろみさんは家族ゴルフ大会を開いたそうです。松本伊代さんは怪我明けの初ゴルフとなったようです。ひろみさんが8月25日自身の YouTube チャンネルを更新しました。松本伊代さんと長男で俳優小園亮さん、次男俊樹さんとの家族ゴルフ大会動画を公開しました。内容は夏の思い出、家族ゴルフ大会を行いましたと伝え、その様子を動画で紹介しています。ハイカラビデオ。松本伊代さんは2022年11月に腰椎圧迫骨折の全治3ヶ月の怪我を負っていました。前述の通り、この日が怪我明け初ゴルフだったそうです。動画冒頭では松本伊代さんのスイングをひろみさんが観察しています。空振りを連発してしまう松本伊代さんに、もっと右足寄りにするんだよとアドバイスしていました。助言の通りにしたところ、ナイスショットが飛び出し、松本伊代さんは嬉しそうな表情を見せながら、コーチありがとうございますと感謝を示しているというシーンから始まります。ひろみさんがナイスショットと声を上げる幸せあふれるシーンから始まっていることで、相変わらずの仲の良さが見て取れました。家族ゴルフ大会の罰ゲームはスイカを買うことと設定されていたようです。経験値に差があるのか、今回はルールとして松本伊代さんと息子2人にハンデをつけて試合開始していました。序盤からナイスショットが続き、松本伊代さんはやったからと喜んでいました。しかし次の打順でもナイスショットを飛ばしていたのですが、少しダフ手前の地面を打つことってしまいます。その後、思わずダフ踏んだと発言する松本伊代さんに、ひろみさんはいいよ、調子いいね今日と笑いながらリアクションしていました。ひろみさんからのアドバイスもあってか、家族揃ってナイスショットが連発したものの、最後のパターは全員が苦戦したようです。結局全員が規定打数よりも1打多いボギーでプレーが終了し、ひろみさんはダサい家族でしたと一言。ハンデを抱えていたため、最終的にはひろみさんがスイカを買うことになったようです。いかがだったでしょうか。ほんと憧れる。ひろみさんは理想のパパ&旦那様です。めちゃくちゃいい家族。ママパパ最高です。などの反応が寄せられるほど、二人の関係性は昔から変わることなく理想とされています。ズボラなところ、料理が得意でないところ、家事全般が苦手なところなど、松本伊代さんのウィークポイントを挙げればキリがないですが、ひろみさんは全く気にしていません。秋元康さんが述べていた通り、ひろみさんあっての松本伊代さんであるというところがよくわかる光景だったように思います。少なくとも、相思相愛でお互いを大切にする姿に憧れを抱く人が多いようです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。